一つ、第17回統一地方選挙の前半戦にあたる道府県議選、政令市議選、都道府県知事選、政令市長選において、我が党候補と我が党が推薦支持した候補に力強いご支援をお寄せくださった国民有権者の皆様、とりわけ厳しい選挙情勢の中で昼夜を分かたず血のにじむような献身的なご支援をお寄せくださった全国の党員支持者の皆様、創価学会の皆様に対し心より感謝と御礼を申し上げます。道府県議選、政令市議選は菅政権に対する審判を問うとともに、未曾有の大震災によって地方議会や地方議員が果たす役割の大きさが再認識される中で、向こう4年間の地方政治の舵取りをどの党に誰に託すかを決めるという重要な意義を持つ選挙戦となりました。我が党は41道府県議選に173人、推薦1人を含む、また15政令市議選に158人、合計331人の候補を擁立して戦った結果、329人が当選を果たす大勝利を勝ち取ることができました。一方、与党である民主党は知事政令市長選挙を含めて大敗を喫し、国民から事実上の不信任を突きつけられました。今回我が党は道府県議選、政令市議選に計80人の新人候補を立て、また17選挙区で定数2の厚い壁に挑みました。多くの選挙区で一票を争う激烈な攻防戦を余儀なくされましたが、その中で我が党が大勝利を勝ち取ることができたのは、被災地での公明党議員による不眠不休の復旧復興支援をはじめとして、地域の最前線で住民のそばに寄り添い声を吸い上げ、地方議員と国会議員が連携して最も必要なことをタイムリーに実現していく我が党のチーム力とネットワーク力に有権者の皆様の厚い信頼が寄せられた結果であると確信いたします。公明党候補に投じてくださった一票一票には、国民の命を守り暮らしを支え合う安全安心の日本、支え合う日本を実現してほしいとの切なる願いが込められています。公明党は一票に託された有権者の皆様の心を我が心とし、お約束した政策の実現に全身全霊で取り組んでまいります。統一地方選の後半戦も厳しい戦いになるのは必至ですが、引き続き絶大なるご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。2011年4月11日公明党。以上で、党の基本的な見解を声明に集約させていただきました。はい、どうぞ。朝日新聞の木原です。よろしくお願いいたします。今回の結果を受けて、民主党政権の今後の政権運営に与える影響、それとですね、菅総理、岡田幹事長ですね、執行部の責任についてどういうご認識でしょうか。はい、これは首長選、議員選挙ともに民主党は大敗を喫したと言わざるを得ないと思います。その象徴的な一つが三重の知事選、岡田幹事長のお膝元、しかも国政では民主党優位のところで野党側が勝ったということは象徴的なところだろうと思います。まあ、それらを受けて、これはこの震災への取り組みの中で行われた選挙であるということを考えますと、この震災対応も含めて政権の取り組みや対応というものに対して厳しい評価が下されたと、それをもって国政の運営についても、これからむしろ野党の我々の主張が強くなっていくと思いますので、そこは与党としてかなり謙虚な運営でないと、これからの道行きは厳しいものになろうかと思います。また与党の中での選挙の責任をどう問うかということは、まあ我々の側からはあえて申し上げることではないと思いますが、これも昨年の秋から続いてきた傾向でもあり、また今回の震災対応をもってもまた別な面からの厳しい評価が下されたということもあり、
これは与党として真摯で謙虚な受け止めをした上で、それが具体的な形でそれを汲み取った対応が求められていくものと思われます。またそうでなければこれからの運営は極めて困難で、国民の期待にも応えられないものになってしまう恐れがあると、そこはよく自覚をしていただきたいと思います。すみません、今の日本テレビです。今でも、与党としてその真摯で謙虚な受け止めをした上で、具体的なその、まあ、世論を汲み取った対応が求められる、具体的に言いますとどういったことなんでしょうか。まずは被災地の支援、これはまだまだ物資が行き届かない、あるいはサービスが行き届かないというところがまずある多々あるわけであります。特にその災害弱者と言われるお年寄りでありますとか、障害者の方でありますとか、あるいは乳幼児でありますとか、こういったあと病気の方々ですね、こういった方々への支援が十分でないというところが一つあります。それから原発の関係で政府の対応が後手に回ったり、あるいは避難指示、屋内退避等の政府の対応という発信というものが現場の実情を踏まえたり、あるいは現場への情報伝達がうまくいってなかったりということで、国民の皆さんには大きな戸惑い、混乱が生じていると、まあ、こういうところを改善していかなければならないというところがあります。それと今後の補正予算等の対応でありますが、これもこれまでの民主党のマニフェストに基づくような政策を維持しようという姿勢では到底理解は得られないだろうと思います。特に不要不急のところを削って復興財源に充てるべしと野党側は言ってきたわけでありますから、これについても明快な対応が求められると、まだまだ与党側のメッセージ性は弱いと言わざるを得ないと思っております。今の党勢の中で、はい、与党である民主党にはですね、事実上の不信任を突きつけられたというふうになっていまして、はい、先ほどの冒頭のアンケートの中でもですね、国政の運営は、野党の主張がこれから強くなってくるということをおっしゃいましたけれども、はい、まあ、関西圏とのその、この距離感ですね、これまではその震災対応後ですね、その批判を一時抑えてくださったと思うんですけれども、今後その、どういう距離感を持ってですね、政権と向き合っていくのか、そのあたりをお聞かせください。まず、これまで、震災への支援、復興、復旧等に基本的に協力をしようということで、批判的な声というものは抑制してまいりました。しかしやはり1ヶ月経ちまして、いろいろな目につく点が出てきております。まあ、それらに対してはやはりこれから改善をしていくという目標のもとに言うべきことはズバリ申し上げなければならないと思っております。また事実上の不信任という結果を謙虚に受け止めてほしいと思いますとともにですね、今直ちに国政の構造を変えるというわけにはなかなかいかないわけでありますから、まあその点で与党に奮起していただくとともに、我々としても基本的に震災を乗り越えると、きちんと対応すると、国民の期待に応えると、そういう面での一定の協力はしていかなければならないと、こう思っております。確認ですけど、はい、その一定の協力というのはですね、その閣内に入るとかそういったことではなくて、その野党の立場からその政策提言でありですね、震災への、その対応を提言すると、こういった事情はですね、変わらないんでしょうか。はい、これはやっぱり健全な野党の立場で、国民の期待を対して、チェック能力も含めて、建設的な姿勢で臨むということが重要だと思いますので、政権を共にする連立ということは今施行すべきではないと思っております。はい、北海道新聞の
瀬川です。先ほどのご発言で、今直ちに国政の構造を変えるわけにはいかないとおっしゃいましたけれども、これは菅総理が変わるとか選挙をするという状況にないという、まあ、直接的にはやっぱり総選挙をするような状況にはないとというふうに思います。菅総理については、菅総理のままで、野党として協力できるところは協力して、まあ、それはまず民主党として、どう受け止めるかということが第一義的に大事なことだろうと思います。我々としては、まあ、菅さんに対して、これから言うべきことを言っていきたいと思いますけれども、政権の構造に直接我々が今直ちに立ち向かうと、変化を求めるということには必ずしもならないと思っております。そこはよく見極めていきたいと思います。はい、月に入ってですね、その国会の場でも政権と対峙する場面も出てくるかと思いますが、はいはい、今おっしゃったその言うべきことを言っていくというのはですね、その例えば原発の初動の動き、これが適切だったのかどうか、そういったことも含まれるんでしょうか。まあ、そういうことも排除はしませんが、今当面の厳しい現状をどう打開していくかと、いわば前向きな姿勢が大事だと思います。ですから過去の姿勢がこれからのことを改善するために役立つもの、必要なものであれば、それはもうどんどん論議すべきだと思いますが、過去を検証して、ということを第一義的にやるわけではないと思っております。それは今こういう問題がまだ日々動いている中で、時期尚早というお考えですか。時期尚早というのではなくて、今本当にこの原発が安定した方向に収束するかどうかのっぴきならない状況でありますから、やはりそれを対応し乗り越えること、これに全力を挙げるというのは与野党ともに求められていることだろうと思います。ですがそれに必要な限りで、その過去の対応のまずさ等々を触れることは十分あり得ると思いますが、過去を検証することを今当面の作業にするということは優先順位が違うと思っております。はい、テレビ朝日です。弊社の世論調査で恐縮なんですけれども、はい、震災前の調査に比べてですね、今週末で6点、菅政権の支持率が6ポイント回復しまして 25.1 と、はい、ただその震災対策と原発対策に関しては評価しないポイントが上回っていて、はい、まあ、国民の不安も感じられるんですけれども、はい、国民の気持ちを代表どのように、国民の皆さんは、いわば他に今にわかに変えるもの選択肢がないから、消極的な支持、内閣支持にとどまっているとこう思います。しかしやっぱり本当の意思が現れているのは、その震災対応の是非、等々に直接的に現れているわけでありまして、有権者から見るとやっぱり身近な選挙での各党候補者の行動、あるいは政党の行動というものに対して、今回統一選で明確に表したとという結果だと思います。今日から第一次補正予算案で野党協議を本格的に始まる見通しですけれども、与党内では、政府与党内では赤字国債を発行する代わりに免税財源を充てるというのが出ていますが、この免税財源を充てるということに対してはどのようにお考えでしょうか。それはもっと財源のあり方については広く検討すべきだろうと思います。この既存の予算の不要不急のところを削るというところがまだ徹底されていないようにも思われます。そういうところを尽くした上で、なお財源をどこに求めるかという議論が必要だと思いますので、大きな財源が得られる年金財源からとりあえずという姿勢では十分ではないというふうに思っております。一時補正から赤字国債の発行もやめられないという認識はお持ちでしょうか。これは極力避けるべきだと
というふうに思います。既存の予算の中から予算の規模が最終的にどれくらいになるかにもよりますけれども、それを当てる努力が必要だろうと思いますし、まだその辺は努力の余地が多分にあるとこう思います。コメントはですね、はい、過去2回統一地方選挙全員当選ということで、はい、今回2人議席を書いてますが、はい、議席を書いて、その全員当選という目標は達成されてないんですけども、この大勝利というふうに評価されてますけれども、はい、このあたりはどういった評価でしょうか。これはですね、かなり空白の選挙区に挑戦をして、それを埋めたと、あるいは議席増を図って、それを獲得したというところがかなりあります。それから定数2のところに果敢に挑んで、本当に厳しい戦いを大部分は勝ち抜いたという自負もあります。そういう点での勝利感というものの方がはるかに大きいと。ただやっぱりその厳しい選挙区が数が多かった分だけ、今回のような取りこぼしがあったということは、我々の不徳の致すところとということを強く反省しているところでもあるわけです。後半戦に向けてですね、はい、その戦略の練り直しですとか、はい、その主張をしていくことというのはですね、はい、何か期待しているでしょうか。今回は震災の対応ということが主張のメインになりました。でこれは基本的にはこのトーンがある程度続くものと思われます。ただ局面が当初の初動の支援から復興を目指す局面に変わってまいりますので、そういった面ではまさに身近なその地方議員市町村の議員の活動というものがより住民には見える形で問われてまいりますので、我が党の議員がこれまで果たしてきた実績、そしてまたこれからの取り組み、とりわけネットワークを生かした、つまり市町村の限界を超える都道府県や国政との結びつき、あるいは自らの市町村の枠を超える他の市町村との結びつき、こういった縦横のネットワーク力というのはますます国民住民の皆さんの信頼に足るものとアピールできるとこう思っております。はい、どうぞ。すみません、ちょっと確認なんですけど、事実上の不信任を突きつけたというふうにおっしゃっている中で、今後 の国政の見通しなんですけど、国会の見通しなんですが、いわゆる選挙がなかなかできない中ではあるわけですけれど、そのどこかのタイミングで例えば菅政権の不信任とか、そのいわゆる問責っていうのは、これ提出は視野にはあるんでしょうか。それは国民の皆さんにまず安心感を持っていただくというところが最重要でありますから、そういった基礎をきちんと作るということをした上での評価をどうするかということになろうかと思います。